皆さんこんにちは、なるほどてんです。今日も暗号仕掛けの世界で遊んでいきます。暗号仕掛けの世界ですかね。暗号仕掛けの世界とかですね、ちょっと発音の仕方、答えをイラストの中から見つけようと、ブラックアニメラジオはバマジックオレンジピンクモップ。またモップ出てきましたか。ブラジルアジアゴーグルと、何ですか、あ、これもあれですか、あ、この前の同じ問題出ましたね。例えばブラックが最初の頭文字 B でアニメが A だからバーってことですよね、ラジオで。ってことはブラジルは B でアジアは A だからバ、ゴーグルは G、バック。さあバックどこですか、これですか。制服じゃなかった、学校バックですね。私のバックこのタイプじゃなかったですね。リュックっぽかった気がするんですけど。さあでは次ですね。仲間外れ選ぶパターン。新しい言葉を作ってと。各グループから仲間外れを選ぶ。じ、ふん、け、時計。なんとなくなんかもうパッと見分度器にしか見えないんですけど、上から分度器で下に行って。教室労働だから二字熟語を作れるかどうかってことですかね。分度器。分度器左側の方、こちらの方ですか、分度器って。右側三角定規ですかね。あ、間違えちゃった。あ、よかった。広告が出なかったです。分度器と。仲間同士の漢字を組み合わせると一つの言葉になると。時計と。労働教室と合ってますね。金とハロさん、ガンダムのハロと、プラス筆は金ハフ金ロで、ハロはなんであれなんですかね、縦なんですかね。金は漢字にするってことですか。あ、そういうこと。なるほど、ひらめきましたね。ハとロはカタカナにして金は漢字にして組み合わせると鉛筆の円になるってことですね。で筆だから筆はそのまま漢字で、鉛筆はこれですか。あ、そういえば机の消しゴムを乗ってますけど、なんか消しゴム飛ばすなんかアプリありますよね。私ちらっと見たことあるんですけど、ちょっとタイトル忘れたんですけど、ちょっと遊んでみたいんですよね、そちらのゲーム。さあ次行きましょう。 1E1G1S1 時計1時間1分1秒111G。 G って何ですかね。なんか単位ってことですよね。 IG S も単位ですよね。1って読まないってことですか。リリグ1S1、なんか目を細めたら見えそうな気もしますけど、それっぽいなんかありますかね。辞書っぽいような気が。イングリッシュ、パッと見なんかそんな感じはしますけど。じゃあ辞書でディクショナリー、違いますか。まあ最初に時間だと思ったから、まあ時計行ってみますか。ああ、時計でもないですか。じゃあヒント見ますね。ヒント。ヒント、アルファベットで1番目の文字は A ですよね。A？ どういうこと？ A。これ A を指してるってことですか？ AI、I、おさんさんで、G、1？S、I、G、I、S、A、S、A、ガッサ。あ、I、ガッサ。あ、これですか。これ、I、ガッサって言うんですね。さあ、あいあい傘と、アルファベットで1番目の文字である A を1のとこに当てはめると、あいあい傘になると、こういうの難しいですね。さあ、次のステージですね。ナンバーワンと、これは何と、3は品に直すってこと、完全に。暖炉ですかね。チュースデーは火曜日ですから、火ですよね。さあ、暖炉と。3とチュースデーを曜日に当てはめるってことですよね。さあ、審判。審判で上でや審判。審で、上矢印や。ん?何でしょう。新部屋。上読みですか?なんとか部屋?ちょっとヒント見てみますね。ヒントは審判に小さい矢が入っている。ああ、そういうことですか。シャンパンってことですか。シンピャンにはならん。そんな単語がないから、シャンパンですか。これどっちですかね。グラスの方ですか。シャンパン本体ですかね。たまにありますからね。本体じゃないとダメよっていう場合が。シャンパンですね。もしくはシンピャン。シンピャンも正解ということで。小さい矢が入ってると、いやー、すごい発想ですね。さあ、3問目と。ローズが青くて、ブラックバスが赤い。ライブは、緑。文字数ですかね、おそらく。ブラックバス長くて5と6使ってるから。1,2,3,4,5,6 がバスだから、バスローブですか。青の1文字目、2文字目と緑の3文字目をつなぎ合わせると、バスローブ。バスロマンさんみたいな。それ私今日入浴剤、両親からいただいたんですよね。なぜか父親からですね、1個袋タイプもあって、母親からですね、なんかおしゃれな、いただいたんですけど、なぜかですね。なんかいただいたみたいで、使わないからっていただいたんですけど、ですから明日私は半身浴いたしますね。朝、日曜日ですね、起きてから。さあ、傘で、右で、KUSU。何々を、ハテナを右すると、BURU と。かきく。さしすクース文字を右に2回ずらすとさ、傘かでも K ですからね。かきくさしすクースなんか違うっぽいですけど、まあ要は頭文字が B と R で始まる単語を探せばいいってことですね。まずなんか下は偶数っぽいですけど、なんか違いますよね。奇数ですもんね、普通。上でしたら。バスローブ。まさかのここに来てバスローブもう一回来るパターンとか。あー、バラのローズ。そういうのもあるんですかね。ちょっとバラ行ってみますか。来ました。なぜ正解か。解説を見ないとわからないと。あ、バラってことですね。まずイラストはローマ字に変換する。傘は、カーサーとの矢印の先は KUSU となっていると。これは矢印の数だけ、ボンだけずらしてるんですね。ああ、そういう意味ですか。ずっと K と S をずらそうとしてたけど、あれですね。IU と IU ってあがずれてたんですね。もう片方の方が。同じようで、ああ、なるほど。バラってことですね。さあ、ではですね、今回の動画以上させていただきます。他にもですね、ゲーム実況たくさんお出ししてますので、よかったらご覧くださいませ。では、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。